知らせって。聞いてくれフルフル、イメージソングが CD になって登場するんだ。嘘だ。嘘だ。いつも同じような登場じゃ飽きたとお嘆きだったからね。ちょっぴり趣向を変えてみたの。僕たちはエンターテイナー、そして舞台は生もの。たまにはアドリブもなくっちゃるわ。余計なお世話だぜ、うぜぜ。二人とも和ませてくれてありがとう。申し訳ないけど、まだ第二の試練をどうするか僕たちは相談中なんだ。もう少し時間が欲しい。できれば静かな時間をね。申し訳ないね、ジョージ君。その第二の試練について本当に大切なお知らせがあるんだ。ある人には朗報、ある人には恐報かしら。恐報の人はもう事情を察してるだろうからね。何の話かわからない人たちは全て朗報さ。ベアトリーチェ様、何でもありません。第二の試練を前にバトラ君がリタイアしたことをお知らせしたい。魔女のゲームは彼を永遠に待ってくれるけど、愛し合う二人は永遠には待てないの。恋はまさにアイスクリーム、甘くとろけるけれど早く食べなければ失われてしまう。彼の復帰を待てるほど僕たちのゲームは気長じゃない。朗報というのはそういう意味か。そりゃライバルが減るのは嬉しいけどよ、他人の不幸に喝采して喜ぶと思ったら大間違いだぜ。一番強敵だと思ってたバトラ君はね、理由は聞かないよ。視界の悪魔たちがそう言うならそういうことなんだろう。ではベアトリーチ様はどうなるのですか。私はもう試練の資格を失うそうです。これは愛し合う二人の絆を確かめ合う試練だからね。今のバトラ君はそれができる状態じゃない。だからこの二人のペアは失格なの。本当にお気の毒。しかし彼女もこの三つどもえの愛の試練の参加者の一人さ。だからこのまま見届け人として立ち会ってもらおうと思うんだ。それは明暗だわ。彼女にも試練を乗り越えた二人を祝福する資格はあるんだもの。君はそれでいいのかい。はい、最後まで見届けようと思います。そしてそれでも彼がすぐに戻ってきて資格を取り戻し、私と一緒に再び試練に戻ってくれることを信じています。私は彼女に見届け人の資格があると思います。異論はねえぜ。邪険にする理由もありません。しかし申し訳ないけれども、強力なライバルが減ったんだからね。バトラ君たちには悪いけど、今のうちに僕たちの試練を決着させておきたいところだよ。ああ、さすがはジョージ君。私の中ではあなたが一番の本命なの。その冷酷さを備えた愛がむしろ熱さを際立たせてくれるんだね。とにかくこれで3組は2組に減り、3組になっていた状態は解消されたわけだ。僕たちは1対2で負けることに怯えてきたから、積極的に戦えなかった。1対1ならただ潔く決闘するだけです。結局最初からそうするべきだったって単純な結論になるわけだな。
バトラの話を聞いた。厄介なことになったらしいな。お姉様。可愛い妹にして、一なる自分の片割れであるそなたを、わらわも助けたい。わらわなりにバトラの密室の謎に挑んでいるが、これは難解だ。まるで、ただの鎖を、知恵の輪だと偽られているかのようにさえ感ずる。ラムダデルタさんに言われました。かつてのベアトリーチェなら、絶対に解けるトリックだって。お姉様にはわからないんですか？そのかつてのベアトリーチェという存在は、わらわたちが一つの姿となった、完成された姿のことだ。わらわとて、その身の一部分に過ぎぬ。解ける道理はない。私は諦めません。あの密室は心を急速に蝕みます。一刻も早く助け出さなければ、バトラさんの心が壊れてしまう。無論わらわも知恵を貸すことは厭わぬ。しかしわらわとてあの密室は見当もつかぬのだ。私たちで知恵を出し合えば、それはきっと一なる私たちが至るのと同じ答えのはず。どうかお姉様も諦めずにお知恵をお貸しください。どうしてあのバトラのためにそこまでせねばならぬのかは相変わらずわからぬが、いいとも。他ならぬ自分自身の頼みである。わらわも知恵を絞ろうぞ。ご覧フルフル、二人のベアトが一緒に考えているよ。あの二人は本当にバトラを救い出せるのかしら。救い出せるさ、愛の奇跡さえあればね。そうね、ゼバル、愛の奇跡さえあれば絶対に。ねえフルフル、僕たちがあの密室を解くヒントを与えてるって気づくと思う？うん、気づくわ。愛があれば絶対に。また出たわ。愛がなければ見えない、そのキャッチコピーが概念的なものとしては通用するのも理解するわ。でも密室トリックは情愛のかけらの一切混じらない純粋かつ冷酷な算数パズルよ。一体この悪魔たちは何をヒントだと語っているの？私はすでにある答えを持っている。この悪魔たちの発言はそれが正しいことをさらに教えてくれている。はいはい、あんたはすごいわ。いつだって勝手に正解が分かってる。そして私には一言も教えてくれないんだわ。観測者ルールにのっとるなら、あんたがそれを私に教えない限り、あんたは正解が分かったふりをしてるだけの嘘つきの可能性もあるってわけだわ。やはり口の悪い巫女は良い。良いぞ人の子よ。私にとっては巫女の皮肉や雑言は神楽と同じ。ああ、本当にイラつくご主人様だわ。お兄ちゃんのバカ、どうしてあんな密室を自ら。考えるがいい人の子よ。考えるのは物語の中の人物だけの仕事ではないぞ。朗読者のそなたにも思考を楽しむ権利がある。私はそれを見るのが楽しい。かけてもいいわ。あんた前の巫女には絶対愛想をつかされて逃げられたんだわ。私をなじって楽しむもよし、二人のベアトと共に悩むもよし。そなたが考えぬ限り物語は進まぬぞ。
どうしてよ。私は朗読者でしょ。ただ黙々と読み進めればいいだけの話でしょ。いいえ、考えてほしいのです、読み手のあなたにも。なるほど。あんた、つくづく嫌な作家ね。クール。これはお嬢が一本取られましたぜ。あなたなりの意見は、推理が欲しいんです。それを先に私に話してくれたら、この続きの原稿をお渡ししましょう。バカにしてるわ。こんなふざけた真似をされてまで、あんたの言いなりになると思う？お嬢、まあ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 、落ち着いて。俺も先が読みたいですから、頭を冷やしてくださいって。八条先生、原稿の続きですが、密室トリックの答えやいろんな謎の真相も書かれているんですよね。もちろん、もっとも、何も考えぬ思考なき者が読んでも分かるようには書いてありませんが。あんた、いつか熱烈な読者に裏切られたって刺されるわよ。それを分かっているから人前に出ないのですよ、人の子よ。とにかく八条先生はこうおっしゃいたいわけだ。まずは答えを聞かせろ、答え合わせはその後だと。その通りです、青年。意地悪がしたいのではない。本当の意味で物語の結末をしっかりと理解してほしいから尋ねているのです。天草、あんたすっかり楽しんでるでしょ。ああ、そういえばあんたはテレビのクイズ番組とかめちゃくちゃ大真面目に挑戦してたもんね。なるほど。人生をあんたの方が私より数段楽しんでるみたいだわ。さあ、バトラを密室から出す奇跡のトリックをどうかあなたも考えてください。考えたものにこそ、いえ、考えたものにしかこの続きを与えたくないのですから。ラムダ・デルタ教でしたか。こんなところにお一人でいらっしゃるとは、お珍しいです。ああ、あんた、大勝利おめでとう。おかしいわね。あんたには前回もそんなことを同じ場所で言った気がするわ。しだりと聞こえてしまったのですが。何？ラムダ・デルタ教もかつてどこかの大魔女のゲーム版で駒と持て遊ばれ、無限地獄に閉じ込められた経験が終わりとか。
るわ。私は何年閉じ込められたかしら。ベルンみたいに私も律儀に数えていればよかったかしら。ううん、多分数えなくて正解だったわ。数えてしまったからベルンは壊れてしまったのよ。我が主もロジックエラーの地獄に落ちたことがあるというのですか。あるわ。ロジックエラーを起こしたのはあの子ではないけれど、主がゲームマスターではない。そうよ、当時あの子はまだ自覚さえしていない小さな駒だったわ。ロジックエラーを起こしたのはベルンの主であるゲームマスターだった。我が主も魔女の駒だったのですか。ええ、あの子の主、これがまたひどいやつでね。自分で作ったゲームのはずなのに途中でゴールがわからなくなっちゃって、スタートとゴールがつながったドーナツみたいな壊れたスゴロクを作ってしまったのよ。ゴールをなくしたとは。ロジックエラーってことね。どうやれば自分の望むゴールにたどり着けるか。そいつは自分のスゴロクを、ロジックを描けなかった。だからいつまでもスゴロクは壊れたままでゴールがなかった。ならば自分一人で静かにそれを悩んで考え出せばいいのに。そいつはあろうことか、その考えることさえも駒であるベルンに任せっきりにしたのよ。無限の猿の定理って知ってる。猿が無限の時間の中でデタラメにタイプライターを打ち続ければ、いつか偶然にも文字列がハムレットと全く同じ文章になるかもしれないという理論。いえ、暴論ですね。ひどい地獄よね。ベルンは無限の時間の間、意味もわからずデタラメにタイプライターを叩かせられて、ゲームマスターは自分さえ思いつかないゴールを彼女に作らせようとしたのよ。鍵盤数っていくつくらい ?100 個くらいかしら。それをデタラメに叩いてハムレットになる確率って何分の1だと思う？想像もつかないです。多分それはあまりに天文学的。そう、もはや無限にも等しい時間よ。それほどの気の遠くなる時間を、あの子はずっと奇跡を打ち出すまでタイプライターを叩かせ続けられたのよ。それが奇跡の魔女。あの子が魔女じゃなかったら、いえ、魔女になれなかったら、多分今も永遠にタイプライターの前にくくりつけられた黒猫のままだったわ。あの子は奇跡に愛され、見事に奇跡を打ち出し魔女となってあの地獄を生還したの。その地獄があまりに長すぎて、過酷すぎて、あの子の心はすっかり壊れてしまった。だからあんなにも意地悪で残酷な魔女に。あんたも選べるなら